どうもファニーです。今日も将棋実況やっていきましょうということで、私の方は初段で4手角が得意な方でございます。ということでですね、僕ね、最近ですね、ちょっとふと気になって、昔ね、石油がなくなるっていう話が結構あったじゃないですか。自分学生時代の20年ぐらい前なのかな。その時にね、その石油なくなるんだってなんとなくこう漠然と思ってて、確かにな、埋蔵されてるものほったらなくなるよなと思ってて、まあ、ゆくゆく石油ってなくなっていくものなんだろうな、なんか石油と変わって違うものが発明されるんだろうなとか思ってたら、最近なんかめっきり石油がなくなるみたいな話が出てこなくなって、ちょっと気になって探し、調べてみたんですよね。石油ってなくならないのかなと思って。そしたらですね、なんか今もう技術が進歩して、あと新しいこう油田とかが見つかってて、石油は逆になんか増えてるらしいんですよ。こう採掘できる量が増えて、こう掘れる量も増えたし、新しい場所も見つかったから、こうなくなる年数っていうのが昔30年ぐらいなくなると言われてたけど、今はなんか50年、60年、70年、まあ、なんか他の石油以外のガスとかもあるから、結構もうなんか大丈夫ですみたいになってるらしいんですよね。ほーっと思って、まあ、石油って、まあ、自分が死ぬまでもまあとりあえず大丈夫なんだなっていうのが分かったっていうことでございました。はい。今日はなんかちょっと真面目なお話してしまったんですけども、なんかちょっと気になったんで、石油ってなくなるとか言ってたけど、先なくならない、なくなるみたいなこと言われないなと思ってね、ちょっと気になって調べてみました。皆さんもね、なんかね、気になることあったらね、たまに調べてみると面白いっていうことでございました。はい。これまで何どうしよう。歩つくか銀上がるか。銀で取ってきたら一回角なってから桂馬跳ねて、金取りなんで金逃げてきたらここでどうするかだな。一回歩突いて、これはね無視できないと思うんで、桂馬取るよりね歩成りの方がきつそうなんで、同歩とした後に割り打ちの銀が見えますね。割り打ちから飛車走れるんで、これで一回飛車の道をどかして、ただあれですね、王手飛車が見えますね。5五角と、これは一回飛車に当てて、この後飛車走ろうと思ってたんですけど、王手飛車がちらつきますね。これは一回5五角を防ぐ方がいいんでしょうね。歩打ったら歩合わせてくると思うんで、ここは5六歩とかですか。それでもね、まだ王手飛車残ってるんで、まあ、なんか微妙ですけど、一応5五角、お相手の5五角を防いで、まあまあこれでも走れないんですね。関節王手飛車があるんで、この後もう一手王手飛車を回避しといた上で、金寄りとかはどうなんだろう。微妙な感じでございますが、相手方はね、歩叩いてくるんじゃないですかね、4筋。で、取ったら、5、7、銀とか角とか打ってくるから、歩叩いたら逃げるしかないですね。あとこちら、歩叩いてきましたね。これは取れないんで、逃げて、その代わり、王手飛車なくなった銀、これはもう一回走っちゃって、取ったらね、歩成りで速くなっちゃうんで、これは取って取ってで、こっちの飛車成りが間に合うかどうかですね。相手の方はその歩の拠点を多分ガシガシと来る感じなんで、角。これでもまだ大丈夫だと思うんで、飛車なって、下から角打ち入れば結構、もう寄せが近い。銀打ち。これももう大丈夫ですね。取って、もう大丈夫なんで、詰みはないんで、これで、銀打ちですか？銀打って上がって、これ飛車が取ってきたら、角なって、あ、取らない。なら、歩ついて詰めろとかぐらいですかね。歩ついて次の金打ちを狙う感じですかね。これでもう、必死状態ぐらいですかね。なんで、お相手の方は、金取ってきたら、同玉にして、相手の角がね、歩成りで王手はちょっときついんで、これで逃げて、金打たれても、1、8、玉と逃げて耐えてるんじゃないでしょうか。これで1枚足りないんじゃないですか。金取っても相手詰みなんで、これで1枚足りないから、なんとか、合ってる。20秒。これはね、同角としてはもうダメなんで、1回王手を2、5、銀とか決めて、そっから飛車取ったらいいんじゃないですかね。10秒。これで飛車取れば、詰みまでありますよね。これは詰んでますよね。1回1筋逃げられたらちょっと面倒なんで、角で王手して、これでもう1筋逃げたら頭金打って飛車とかで詰みで、そっちに逃げるなら飛車で、やったやったよー。しかし将棋の渦は時間なかった、自分に距離しかなかった、危なかったということで、最後は飛車打ちで詰んでたと。お相手の方のね、攻めをギリギリでかわしましたね。見切った感じでございます。1枚足りないというところでございました。はい。こちらはね、冷静に最後の飛車をね、すぐ取らずに王手を決めて、下段に落としてから取ったあたりは良かったんじゃないかなと思います。ここでね、すぐ取り返すとね、1筋に逃げられて厄介な感じになるんで、一回 3筋逃がしてから取るという感じでございましたね。で、最後は残り1秒で済ませられて良かったでございます。ということで、今回は、石油はなくなる？なくなる詐欺。石油なくなる詐欺があった件について調べてみました。ということでございました。で、今回もご視聴ありがとうございました。ファニーでございました。またねー。